え、ああ、ごめん。ありがとな。美咲さん、その大きな鍋は？ああ、これ。さっき、カレー作ったんや。みんなで食べようか、食べようかなって思って。へえ、すごい、美味しそう。くんくん。なんだ、このいい匂い。ほら、みんなカレー作ってきたよ。みんなで食べへん？うまそう。いいわね、カレー。カレーか。まあ、食べてあげてもいいけど。これ、美咲さんが作ったんですか？うん。うち、料理好きやから。毒とか入ってませんよね。你不要这么煞风景啦。毒？そんなの、入れるわけないやん。わかりませんよ。美咲さんは、笑顔も素敵で、可愛い顔をしている、していますが、裏で悪い顔をしながら毒を仕込んでいるかも。そんなことしてへんてば。すいません。ふん、お前たち、いくら休憩といえば、といえど、浮かれすぎだ。さすがに俺は遠慮させてもらおう。あららら、コウ君行っちゃったね。こんな美味しそうなカレーなのに。まあでも、コウの言う通り、ちょっと心配ではあるかな。そんな。じゃあ、俺がお先に。え、大丈夫？你这不对呀、啊、你不是喜欢美笑吗？你应该是第一个想去抢尝试的啊，你怎么可以这样子？うわ、めっちゃ美味しい。なにこれ、すげえ。大丈夫なのかよ、しょうま。平気平気。こんなに可愛い美咲ちゃんがカレーに毒なんて入れるわけないだろう。それに、もし本当に毒を入れてたら態度でわかるって。なんでそんなことわかるんだよ。あなた、メンタリストなんですか？メンタリスト？なんだそれ。ほら、人の仕草から心が読めるっていう。ちげえよ。ただの勘だよ。男としての勘。勘ですか？俺の勘は結構当たるんだぜ。特に女性に関わる勘はね。ショナさんって大胆なところがあるんだな。まあ、ショナが毒味してくれたおかげで大丈夫なことは分かったし、私もカレーもらおうかな。うん、申し上げれ。私もいいですか？もちろん。さっき疑うようなことを言ってしまったのに怒ってないんですか？別に気にしてへんで。なんて三崎さんは優しい人なんでしょう。まさにこの世の天使ですね。何言ってんだよお前。もう冗談はそのくらいにして、早くみんなで食べよ。ほら、雪乃くんもよかったらどうぞ。いいの？うめえ。これはおかわり必須だな。へえ、身長の割にはすごい食べるんだよね。どういう意味だよ。別に。あれ、リスさんって左利きなんですか？え、他是左撇子左右ない？うん、ああ、そうだよ。へえ、僕と一緒だね。僕も左利きなんだ。あれ、でもリスちゃんさ、その飴はいつも右手で持っているだよな。ああ、これは手をいつでも使えるように右手に持つようにしたんだ。こんな工夫があったんですね。実は私、双子で妹がいたんだけど、妹は右引きで、私は左引きなんだ。双子なんですか？さらに驚きますですね。今頃私のこと、心配して探しているだろうな。それは、そうね。これだけの犬数が一斉に行方不明になっているんだしのな。おそらく外ではかなり、大きめの事件として捜査されてるんじゃないかしら。確かに。じゃあ、あと少ししたら、
警察がここを見つけて救出してくれるかもな。そうね、そうなってくれるといい、 いのだけどね。その後、俺たちは美咲さんが作ってくれたカレーを食べて残りの休憩時間を過ごした。その日の夜、1時間の休憩も終わり、俺たちはそれぞれ部屋に戻った。さっき飲み物を見すぎたかな、トイレに行きたくなっちゃったかな。もう休憩も終わったし、いつ狼が襲いに来てもおかしくないんだよな。警戒しなくちゃ。哈哈，你又去上厕所？上厕点是上厕所，现在你又上厕所，所以你又要遇到龙了吗？嘎吱。トリンはどっちだっけ？あれはなんだ？薄暗い廊下の奥に人影が見えた。あれってよく見ると手にナイフのようなものが光っている。あれももしかして狼？さっきまでみんなで楽しく過ごしていたのに、って今でも余裕に浸ってるわけにはいかない。これはチャンスだ。バレないようにうまく尾行すれば。そのとこの時俺は思い出した。自分たちは今オオカミゲームという殺し合いの末端の中にいたというわけことが。俺は息を潜めてそのオオカミを尾行することにした。誰だ、一体誰がオオカミなんだ。暗くよく見えない。もう少しだけ近づいてみるか。バレないように気をつけないとな。かよし、だいぶ近づいたぞ。これで誰がオオカミなのか見えるはず。おう、わっと、ミサキ、你怎么又当狼了。あれはミサキさん、手に持っているのは基地にあった包丁だ。ということはやっぱり今回の狼は美咲さんなのか。じゃ、化粧室に入っていった。誰を殺すつもりなんだろう。俺は美咲さんにバレないように化粧室の扉を少し開けて中を覗き込んだ。何をしてるんだろう。部屋の奥に誰か寝てる。美咲さん、寝ている人を殺すつもりか。あれって誰だ。暗くてよく見えないけど。何？你要杀人了？不是你们不是姐弟吗？あれはニタロだ。さん、包丁を逃げたまま立ち尽くしている。みたろ、ごめんね。おい、みさくさん、泣いている。それに、みたろ、どうして呼び捨てに。おい、誰。お前、そんなところで何してるんだ。お母さん、何をこっそり部屋の部屋を覗いてるんだ。あれは先、しかも手には包丁。なるほど。ちょっと、母さん。おい、美咲。お前、そんなものを手に持って何する気だ。これは。おい、ゆりたろう、切ろう。みんな、どうして集まっているの？いつまでのんきに寝ぼけてんだよ。美咲の手を見てみろ。美咲ちゃんの手？包丁？美咲、そんな包丁を持って、インタレに何をするつもりだったの？それは。まあ、何をしようとしてたかったなんて、大体想像できるかだな。現行犯で見つかるなんて、間抜けのやつだな。美咲さん、
何の騒ぎだ。声が聞こえたけど、美咲さん、あの、どうやら今回は探索する必要はない。美咲は今まさに凛太郎を壊そうとしたんだ。さすがに今回の狼は美咲と言い切って、問題ないだろう。ごめんなさい、うち、美咲ちゃん。いい人だったのに残念です。いつも我自己和我记得你在上一篇也说过吧。其实我觉得米萨基好像真的是想要杀死我，因为他刚刚他有他还就是有比斯代，就是没有棍的那个加那个棍的那个鲸鱼，就他表示说他是真心想要杀死他的。所以我们才会有这个表情吧，就是因为他可能也是稍微有注意到他们这个不是约好的桥段吧，我猜。本人が認めということは、美咲が狼で確定だな。おい、メリー、ウルフ、出てこい。どこかで見てるだろう。呼ばれて飛び出て、メリーです。ウルフだ。ニムラ君の言う通り。ことの流れは全て見ていきました。ならば、もっと早く出てこい。今回のは現行犯の手の、狼の発見。さらに、美咲さん本人が、狼である、ということを認めたために、狼セブンは行いません。その代わりに、この場で、簡易的な狼裁判を行います。それでは皆さん、今回の狼は美咲さんで、よろしいですか？ああ、そうね。あらら、まあね。ゲームオーバーだね。また女の子がいなくなるのか、可愛い子が死ぬのが残念だけど、しょうがないよね。それでは裁判の結果により、美咲さんを処刑します。やだ、死にたくない。やだ。オーマイガー、処刑を始めます。怎么跟上次的一样啊？哦，这角色在主题的那个画面都是一模一样的那种傻眼，都干的哟！完全没有变化哎。無事処刑が完了しました。バカな女だ。殺人を失敗するなんて。そこまで言わなくていいだろう。何にムキになったんだよお前。あの女のこと少し気になったのか。別に気になってなんて。わかるよ雪乃くん、美咲ちゃん家庭的だし、おっぱいも大きかったもんな。でかそぼんし、そんなんじゃない。俺は死んだ人のことをそこまで言う必要ないだろうと言ってんだよ。ちょっと二人とも喧嘩はダメだよ。ごめん。でもこれで次の脱出の扉が開くんだよな。はい、イレギュラーでしたが、オオカミが処刑されたことは変わりはないので、よかった。早く脱出の扉を開きましょう。お前もちょっと美咲が死んだことを悲しめよ。そうですね。悲しいです。你怎么这怎么这一段好像也是跟上一篇的一样啊？我的天啊！うわ、うそくせ。この人たち、美咲さんが死んだことなど全く気にもしていない。それでは次の脱出の扉が開放する。次こそ外に出られるかもしれません。それでは行きますよ。オープン、ゾアゾア。ここはまた出口じゃねえじゃんか。でも今までの部屋とは何か雰囲気が違うで
でも今までの部屋とは何か雰囲気が違うというか、ここで家のリビングでしょうか。部屋の真ん中にこたつが置かれているし、おそらくそうだろうね。ん？あれは、どうかしたの、ポン君。おい、こたつの毛布から足が見えていないか。足？本当だ。子供の足かしら。怖っ。調べてみようぜ。こたつの毛布を取ると、中には子供二人がより寄り添っている人形が置かれていた。子供の人形だ。うわ、なんかキモい人形だね。女の子と男の子か。一人がうずくまって、もう一人は何か書いていますね。ねえ、この子のが書いていた紙見て。ユウヤを殺したいって書いている。またユウヤか。しかも殺したいって。ユウヤってやつ、よっぽど嫌われているんだな。この部屋も意味不明だしな。この子供たちは一体何なんだ。ん？この人形、何か抱きたいているみたい。これは服？血まみれだ。女性のものみたいだな。しかも何かしらも刺されたいだ。ような裂け目がある。気味が悪いな。おお、皆さん、それを見つけましたか。その服は、ここから脱出するのは役立つものですよ。これが脱出に何の関係があるんだ。全然脱出の役に立つものじゃねえじゃん。何か深い意味があるんじゃない。この血まみれの不幸にどんな意味が。 RPG だというだと、こういうアイテムに必ず裏が。おい、いつまで話をしている。さっさと続きの狼を決めるぞ。それでは、目の前のカードを引け。今日は在这里就抽了吗。应该不会又是狼吧。其实我还蛮担心的，总觉得好像又要当狼了。应该不会吧，又要再当一次狼。诶，羊，是羊，是羊。あなたは羊でした。俺のカードは羊だった。よかった。今回俺も狼じゃない。それでは皆さん、ご自分のカードを確認できましたね。だんだん人数も減ってきましたね。それでは、次も生き残るように頑張ってくださいね。また、この試合が続くのか。それにしても、美咲さん、凛太郎を殺そうとした時に、泣きながら、ごめんね、凛太郎と語りかけてたよな。美咲さんって、凛太郎のことを呼び捨てにしてたっけ。それに、あんなに泣いてたし、何か、いつもの美咲さんと雰囲気が違ったよな。それにしても、もうずっと似てないし、疲れがピークだ。どこかで少しだけ横になろう。ここならいいか。俺はベッドに横になり、少しだけ眠りに落ちた。好啦，那这个第三章也是结束了。再次就是咱们第四章了。那感谢大家收看今天的影片，到这里结束啦。如果你喜欢我的影片的话，在底下按赞、留言、分享，并且订阅我哦。那我们下次再见啦，拜拜。